己啓発、改め、キャリア自立、これがどういうふうに影響を与えるかみたいな話をここではしてます。で、これはですね、いくつかのですね、私やらせていただいたプロジェクトで共通的にお客様の中でこう出てきた傾向、私コンサルティングやってますんでね、コンサルティングのプロジェクトやってるんですけど、でいくつかの日本企業でこういう傾向出たねっていうことで模式化してるんですけど、左側はですね、年代別キャリア自立度です。で、ここで言ってるキャリア自立度って、何らかのアンケート調査で、意味的に言うと、キャリアゴール持ってますかとか、それに向けた努力してますかとか、自己責任だと思ってますかみたいな、そういう、自立してる方っていうのを特定してるんですけど、年代が上がるほど、上がれば上がるほど、割合が下がってっちゃうんですよね。若年層の方がやる気があるということですまあちか？ょっとそうですね、そういう直接的な表現があってのはあるんですけど、でも平たく言っちゃうとそういうことだと思いま結す。構違いますよ結構ね。違いますね。模式率ですからね、正確な数字ではないんですけど、でも結構違いました、実際のね、データを見ましても。で、それをちょっと違う見方をしてみようと、このキャリア自立度とパフォーマンスってどうなのっていうのを、これは各社でやっぱりこの分析したところで取ってみたんですけど、どうもやっぱりキャリア自立度が高い人たちの方がパフォーマンス高いねっていうのが個人のですね、分かってきていて、だからちょっと嫌な言い方すると、もうここ年齢を重ねるとともにキャリア自立度が低くなっていって、あんまりパフォーマンスしなくなって、その結果として、ちょっとね、嫌な言葉ですけど、中高年の吹きだまりみたいなね、そういうようなことが起きてきちゃってる。で、これ確かに日本だと非常によく聞くんですよね。海外でもないわけじゃないんですけど、やっぱり日本の方が全然よく聞く話だし、その意味で、ある種このキャリア自立っていうのがパフォーマンスの低下、特に高年齢の方のパフォーマンス低下を招いてるんじゃないのかなっていうようなことが、これも見て取れると。で、あと、そもそも全体としてみたいなところもあるんですけど、先ほどお話ししたように、流動性が低いっていうことがこのキャリア自立の低さをかたどっちゃってるというか、それの一つも少なくとも原因になっちゃってるかもな、みたいなことを、ここでお話ししてきたということです。